政府は昨日、最長60年としている原発の運転期間の延長を検討する方針を表明しました。塩田知事は、基準を変えるのであれば合理的な理由を示してほしいと話しました。現在、原発の運転期間は原則40年で、1回限り認められた20年の運転延長をしても最長60年とされています。これについて岸田総理は昨日、原発の運転期間の延長を検討すると公表しました。仙台原発は1、2号機ともに2年後以降に40年の運転期限を迎え、運転延長に必要な特別点検が現在行われています。政府の運転延長をめぐる新たな方針に塩田知事は、基準というかですね、考え方を変えるのであれば、その変更することの合理的な理由ですね、特に安全性という観点からそれで問題がないのかどうかということをしっかりと示していただく必要があると思います。